これは数年前に豊島都からの方から送ってもらった小笠原種としての島バナナ苗です。東方の山の方でだいたい土着化してきた苗なんですが、まあ、これはまあまあの苗で、ここに生成されている地中水芽が確認されますが、地中水芽はこれからも3個4個は生成されると思いますから、本年土地柄にもよりますが、ポット植えにしてもですね、来年5月に入ったら露地植えして10月ぐらいまで露地植えで育てれば、育てると言っても無施肥でね、穴を掘って植えるだけで結構です。それでだいたい本州の普通の温暖地、平暖地でしたらね、5月から10月末ぐらいまでは無保護で十分育ちますから、そのようにしておけば、この苗自体が成長、再開して大きくなっていくにつれて、地上小株が3、4本は出るんじゃないかと思うんです。そうして複数本立ちにしていった後どうするか。まあ、その次の来年の冬に入る前にどうするかという問題が出てくると思いますが、まあ、島バナナに関してはですね、まあ、東方のブログにあれこれの写真、ムービー、説明などが出ていますから、まあ、それらを参考にして、それぞれの地域でですね、島バナナをなんとか結実収穫させて美味しいバナナを味わうということができるようになれば大変結構かと思いますね。私の方では島バナナもあと365日露天露地で栽培しているんです。無保護でね。でも一般的には島バナナというのは体感越冬性はそう高くありませんので、冬の管理がなかなか難しいだろうと思うんですね。まあ、その辺島バナナの素晴らしい味覚を知っている方々がですね、どのようにして本州でも、あるいは本土でも、露天露地で栽培収穫できるものか、あるいはビニールハウス、温室じゃなくビニールハウスなどを利用して、越冬時にビニールハウスとか、場合によってはベランダの軒下などに堆肥させて、それを繰り返して、ついには露地で、まあたくさんじゃなくてもですね、何十本か、まあご自分とご家族で、自家栽培収穫の美味しい島バナナを食べられるというふうになれば、素晴らしいことじゃないかと思うんですね。